はい、こんにちは、ジョイターズの中です。本日もですね、ユニオンキャピタリラックスの試乗会の方からユニオンビンディングの試乗の方のレビューをお伝えしていきたいと思います。本日ですね、ご紹介しますビンディングはこちらです。ユニオンの代表的な機種ホースですね。去年フルモデルチェンジしたこのホースなんですけども、今年からこのチームハイバック、まあ、この去年だとこう穴がポツ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 って開いてるモデルがあったんですけど、その開いてないバージョンのチームハイバックっていうのも登場してます。カラーバリエーションも非常に豊富で、万能に使えるバインディングなので、まあ、こう今僕がつけてる S153 ワイドでもいいし、キャッチャーだったり BOA とか、あとはまあマーキュリーとかエアロナトとか、まあ、非常にこうオールラウンドに使えるバインディングなので、ぜひその辺の付け心地いや、こう操作感なんかもダイビングの中からお伝えできればと思うので、早速このニューコース試乗していきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、コースの方をつけて滑っていきたいと思います。出してみたんですけど、非常にこうパワフルに板をどしっと力を伝えることができるのがコースの特徴かなと思います。で、去年からフルモデルチェンジしてるので、アンクルストラップ、これの締め心地も非常に良くて、綺麗にブーツが曲がってくれる。かつこのベースですね、ベースの方のクッショニングも非常に硬さのある部分とレスポンスのある部分をミックスした素材を組み合わせているので、どしっと乗せることもできるし、力を抜いてあげればすごく柔軟に扱える、まあ、万能なバインの代表的な機種、まあ、ホース、去年フルモデルチェンジした機種のこのチームハイバック仕様ですね。やっぱユニオンロゴがどしっと乗ってる方が滑っててもテンション上がるかなと思うので、よかったらこのコースのチームハイバック仕様もチェックしてください。じゃあもっとスピード乗せてどしっとフルカービングやパーク、ジャンプなんかもですね織り交ぜていきたいと思いますんで、チェックしてください。
ルモデルチェンジしてるので、このアンクルストラップですね、アンクルストラップが非常にこう剛性とフィット感がいいです。なので、ブーツをしっかりと曲げたい、ブーツを曲げたいっていう方には非常にこうおすすめなストラップになってます。硬、まあ、くて曲がりづらくて傾きやすくてレスポンスがいいっていうアンクルストラップもあるんですけど、このホースのアンクルストラップはどちらかというとしっかりとフィットしてブーツをしっかりと曲げてあげる、かつ邪魔せずストレスフリーで曲げてくれるテクニックだと思います。ぜひフリースタイルにもオールラウンドにも使っていただけるビッグですので、ぜひユニオンのホースの方もチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次の試乗動画でお会いしましょう。ジョイサウスの野田でした。